富士宮市では空手のスペイン代表選手が出陣式を行いました。富士宮市はスペインのホストタウンになっていて、選手たちは先月21日から市内で事前合宿をしていました。出陣式には須藤秀忠市長や富士宮西高の応援団らが参加し、選手たちにエールを送りました。これに対し選手の代表2人が大会への意気込みを語り、市民に感謝の言葉を述べました。選手たちはこの後選手村に入り、5日と6日の試合に臨みます。